カワポンです。2024年度に立教大学を受験された皆様からいただいた特典開示の情報になります。情報提供本当にありがとうございました。今回は経営学部の国際経営学科の事例紹介になります。経営学部は英語の配点が全体の 43% となり、かなり重要になります。この方は英検2200空中1点と共通テストの英語159点での出願になります。得点換算が非公報のためどちらが採用されたかは分かりません。ただどちらにしてもそこまでのハイスコアとまでは言えないのですが、見事2回目での合格を勝ち取られています。他教科の得点率は合計で 77% でした。立教大学は2回目以降の合格は決意補充の意味合いが強くなりますので、ギリギリのラインの近い数字での合格になります。ちなみに国語と選択科目の難易度については受験の日程によりかなり下がっています。実際に2024年に受験された方に聞いてみた難易度のアンケート結果を記載しています。国語の難易度が高かったと答えた方は 54%、 日本史は 69% となります。日本史がかなり難しかったようです。この難易度の中での日本史の 81% の得点率はかなり頑張られた結果だと思います。そこも功を奏したのかもしれませんね。参考にしてください。ありがとうございました。